はい、速稼塾の久保です。今回はですね、一夜にして二十数店舗の店舗運営部部長になった話をさせていただきます。本当一夜にしてですね、入社して2ヶ月ぐらいのうちにです。まあ、この話はね、前回吉谷さんがたった2ヶ月で部長になれた理由みたいなことで、やっぱりね、吉谷さんシンクロしますね。私もね、ある会社に入社して1ヶ月目は、まあ、ある店の店長だったんですよ。で、33万円の給料をもらいました。で、2ヶ月目はその店舗だけではなくって、その店舗の、まあ、他の店舗ね、関連店舗20数店舗の、まあ、総括になったわけですよね。要するに店舗運営部部長という役柄になりました。1店舗を任されて1ヶ月経ったら全店舗やるっていうね、ことになりましたけどもね。それについてちょっとね、お話ししていこうと思います。まあ、その前にね、 FX の話出てたじゃないですか。まあ、まさに吉谷さんが言われている通りなんですよ。あの FX って、まあ、多くはね、狼狽って言って怖くて逃げるっていう心理があるんで、その恐怖を克服した、まあ、私とかは利益が取っていけるんですよね。なんで恐怖を克服できるかっていうと、チャートに現れてるんですよ。あるチャート、例えば昨日とかサンバガラス出てたんですけども、3つ陰線がトントントンと並んだら、その後は大きく下の方にドーンと行くよっていうのがね、サンバガラスっていうんですけども、ドーンと下がるんですよね。これなんでかっていうと、売りが入って売りが入って売りが入ると、どんどん値段が下がっていくときに、ポジションを持ってる人が怖くてね、手放したくなっちゃうんですよ。で、上級者っていうのは利益確定のための売りをそこで入れるんですよ。だからもっと下がるんですよね。で、それを見て上がると思っていてホールドしていた初心者が全員ね、離脱してしまうということなんですよね。で、離脱して落ちていくと、落ちたところでまたね、上級者っていうのは底値買いしますから値段上がるんですよ。ということで N っていうのができるんですよね。上がって下がるんだけども、ここで上級者は底買いして、底買いするからバグンと上に上がるみたいなね、 N を書くようにして上に上がっていくんですよ。で、大体上昇波動っていうのは N をたくさん書いてこう上に上がっていくんで、まあ、全てずっと上級者は取れていくんだけども、でも初心者の方っていうのは N をね、落ち込んだ瞬間にロスカット、落ち込んだ瞬間にロスカット、落ち込んだ瞬間にロスカットって言って、まあ、留意の対象になっていくんですよね。まあ、ですんでね、無数のね、本当にね、900万人ぐらいのロスカットにあって、お金を吐き出してしまった初心者、そして初心者は大体お金がありません。ですんで、なけなしのお金をなくして、もう退場、二度と入ってこないみたいなところで、上級者は儲かるんでずっといるんですよ。で、これね、ネットビジネスに似てますよね。上級者はずっといる、ずっとやってる。で、勝てない人ってのはちょっと入ってちょっとやめるみたいなね、結構共通してますね。じゃあね、店舗の部長になって話しましょうか。私はある会社に入ったのが、いくら、2007年だったかな、2007年ぐらいに入社した会社が麻雀店だったんですけども、もともとこの麻雀店っていうのは、まあ、巨大なグループのね、年商が150億ぐらいあるグループ企業の節税対策のために建てられたっていうことだったんですよ。で、私そこに、まあ、なんていうの、最初はね、お店の鍵を閉めるちょっとしたアルバイトで入っただけなんですよ。時給900円で閉店間際の3時間やってくれみたいなね。で、楽だったんでそういうふうなことをしました。9時に店舗に入って12時に鍵を閉めて帰るみたいな係だったんですよね。で、楽だなと思っていたんですけども、そこの麻雀店に入って2ヶ月目になんとね、2ヶ月目に、その何ですか、年商が100数十億のね、会社が一気に債務超過に陥って、急に、でね、債務超過の、まあ、発表を社員にしたところ、60数名いた社員がどんどん辞めていったんですよね。で、辞めていって店舗が、まあ、20数店舗あるんですけども、そこも回らなくなってくるんですよ。で、そうなるともうね、人の心理ですか、どんどん人が辞めてるみたいだよっていう心理に巻き込まれて、頑張ろうと思ってたそこの社員も辞めていくみたいなことが起きて、結局ね、2ヶ月目にはほとんどの社員がいなくなって、3ヶ月目には全員辞めたんですよね。60数名いた社員、それからアルバイト、パートさんも入れたら100数十名になったと思うんですけども、辞めたんですよ。で、私は麻雀店をお任されて、麻雀店には4人しか従業員いなかったんですね、最初。で、お客さんほとんど来ないような状態でした。で、1ヶ月目は報酬33万円ぐらいもらって、さあ2ヶ月目だって時にそういう状態になってね、で、例の山口会長が店舗に話しに来たんですよ。この店は独立採算でやってほしいと。今までは
本部からの、ね、支援をある程度出して投資をしようかと思ったけど、お金がなくなったんで全然お金が出せなくなったと。店舗のことは店舗でやってくれと、家賃からないからって急にそうなるんですよ。でそこで、まあ、私がね、そこのお店の店長兼他の店舗もどんどん人を辞めてるから、他の店舗もちょっと面倒見てやってくれんか久保君なっていう形で始まったのが、私の2ヶ月目なんですよ。ということでね、それまで全く知らなかったスロット20数店舗を経営して飲食店も20数店舗やってる、そういう風なね、大グループが一気に凋落したんですよね。でその時にどん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 社員が辞めていって、私辞めない私だけがいたみたいなね。当然ですよね。だって給料が出せないって言われてその会社います？で私はまあ、当時ね、介護のヘルパーとしての仕事もあったんで、まあ、1日数時間働きに来て、給料をもらうみたいなのは、まあ、ぶっちゃけどっちでもよかったんですよ。まあ、ですけどね、せっかく綺麗な店があるから、だったら無給でもしばらく経験積もうかなと思ってやらせてもらったのが構想者ですよね。他の店舗も全て私のね、裁量で任されることになって、気がついたら山口会長と私の2人だけがその会社に残ったってことになったんですよ。山口会長がいて社長がいなくて私が部長ということで、で動いてる店は麻雀って1個なんですよ。でその他の店っていうのはこれからどうするかなってことを考えなくちゃいけなくって、店によってはまだね、形だけ稼働してるところもあったんですけども、私がね店舗運営部部長になって、じゃあ麻雀店以外の店舗どうするってことになって、まあね、いろいろあったんですけども、ざっくり言うと全店閉めることになりました。閉めて売却もしくは賃貸に回すことに私が決めました。それからは銀行との交渉、銀行のね応接室っていう普段普通の預金者が行けないような部屋に、それこそ裏の方にね通されて、でそこでね、その会社の会社というか銀行のね支店長と直接お話をすることになりました。で、借入額が数億円と、で貸出額がまだ数億円みたいな感じで、もう億の単位で話をするわけですよね。で私はそれまでそんな億の単位の話をしたことがなかったんで、まあ本当にねちょっと最初に行った時は一言も口が開けなくて何を言ってるのか分からなかったですね。それから一生懸命勉強して2回目の面談にはまあまあなんとなく分かるようになってきて、3回目では銀行のさんとねまともな話ができるようになったってことなんですけども、まあ大体その銀行で何を言うかっていうと、新しい借り入れを起こしてくれっていうふうに言われるんですよね。で債務超過の会社の社員になんでお金が貸せるのかなというところが不思議だったんですけども、お金を貸すことによって、そのね私が借りたお金、まあ、私が借りたお金で土地を買って、その土地で商売を始めて家賃をどん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 銀行に入れてくるってことだったんですよ。で、途中でデフォルトなんかね事業が立ち行かなくなったら連帯保証は私にかかるみたいなね、まあそうなっちゃいましたよね。それはまあ下手したら私がね一生棒に振るんで必死でやりますよね。その中で生まれたのが、空いた土地にコンビニやショッピングセンターをどんどん建てていってそこの家賃をもらうっていう話だったんですけどね。まあそれがうまくいって、結局はね、債務超過20億だった当時の2007年の20億の借金が2017年10年経ってね9億円まで減りました。11億円を返済することができたんですよ。これは山口会長っていうのがいて私がいてこの2人でやったことです。もちろんお取引先さんも言いましたけどね。でこれね考えてみると、私ねその会社に11億稼がしたのと一緒ですよね。でも私はね1円ももらったことがないんですよ。そればかりか山口会長は、久保部長ちょっと金貸してくれんかね、帰るお金がなくなっちゃったとか言ってね、でまあ1万円とか貸すじゃないですか、うん、そしたらあと1000円貸してくれないかなって言うから、まあ1万円にさらに1000円貸すのもせこいんで、まあ2万円渡してね、で岡山に帰ってもらったりしてたんですけども、まあ、そんな感じでしたよね。なんかよくわかんないような、得も損もしないような状態だったんですけども、私はすごく得だと思いましたね。まず一つは社員が辞めたことによって、他の社員が辞めたことによって私に権力が集中してってことですよね。で私に権限があって山口会長は責任を取ってくれると。だから私はね自由を与えられてると責任を取らなくていいような立場だったですね。まあでも私自身の責任感で全ての取引っていうのは成功させたわけなんですけども、うん、まあ今考えればね、そういうふうな億っていう金額を毎日のように扱える
そして社員は2人しかいないと、なあ、ぶっちゃけ私1人しかいないんですよ。そこでお金の扱い方って結構ね学びましたね。で、山口会長が強烈に教えてくれたのは、借金ってのはいつか返せばいいって話なんですよね。リスケジュール、リスケってのがありますんで、いつか返せばいいって言ってましたよね。お金は貸してくれと言えば誰かが貸してくれる、しかしね、返してくれって言われる確率は少ないと、借りておけという話なんですよ。で、借りて、まあいつかね、一発当たったらみんな返せばいいみたいな感じで、借りて一発ドーンみたいなね。だから一発はね、誰にでも来るんですよ、コツ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 やってれば。その一発の時にコツコツやるための経費っていうのは全て返してお釣りが来るっていうのがね、多分山内会長の考え方だったんじゃないかなと思いまして、私もそんな気がするなと今思ってるんですよ。さあ、動画の結論ですけども、どんなところにもチャンスがあるけども、多くの人が狼狽して逃げた時に自分が踏みとどまって踏ん張っていればってことだと思うんですよ。私は他の社員が辞める中で一人だけ残ってたんで、役職が集中して権限が集中したってことがありますけども、あの時ね、私がね一緒に辞めていたらそんなことにはなかったと思うし、私みたいに踏ん張るやつが10人いたら結局私は下っ端だったと思うんですよ。だからそういう意味で、多くの人がね逃げ出したってことは、逃げなくていいのかなと思いますし、多くの人が逃げていないってことは自分は逃げた方がいいっていうのね、とかく大衆は真実とは逆に感情で流されてしまうもんだと私は思います。以上です。